ウィンタースポーツの頭尾を飾って全日本スキーアルペン種目選手権大会が3月14日から4日間志賀高原で開かれました。3日目の男子回転競技は気温低下と天候に恵まれたヨーロッパ並みの硬いコースが選手たちを苦しめています。その中で東洋高圧の金丸選手は軽やかなスラロームで安定した巧みな回転ぶりを見せ2度目の優勝を飾りました。最終日の男子滑降レース、ゴール前40度の急斜面はコース中の最難関、勢い余った選手たちはバランスを失って次々と転倒。捻挫や骨折の負傷者が続出して大荒れのレースとなりました。しかし回転では失敗した園部がここではヨーロッパ仕込みの大胆な度胸を見せて、さすがに鮮やかな格好ぶり、大回転とともに2種目に早の優勝を飾ったのであります。